turn the fucking bass up. Bordel de merde. Ladies and gentlemen, welcome to the new video with Captain Punish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Kakarot, où donc le dernier épisode, je vous avais laissé sur la transformation parfaite de Cell. Parce qu'effectivement, pour les aficionados, ce Cell-là n'est pas le Cell en forme parfaite. On y reviendra plus tard dans la continuité du jeu. Mais voilà, donc on peut dire que ça là, c'est sa forme 3. Donc la meilleure des formes pour le moment. Pour le moment, donc on continue. Donc il vient d'absorber et là on est reparti. Allez. Krillin wa ikari no kobushi wo Cell ni Trunks ga azukatte ita sen kanzen tai to no tatakai wo nozonde ita Vegeta wa ochitsuki wo torimodoshita Cell wa chouhatsu wo reisei ni uketome. Atteindre la perfection. よろしく。 Ah non, allez. Dire que Cell, il est passé à table. Pardon. Krillin, il s'est fait briser la nuque avec un coup de pied, mais il est toujours là. C'est YOLO. Pas encore. そりゃそうかもしれないけど。Oui, mon cœur.
Désolé, je répondais à mon fils. Ils sont en temps de repos là dans la chambre. Ouf. Bah alors, Vegeta, on a pris une branlée. T'aurais dû le tuer au moment où tu pouvais, grosse merde. Trunks. Et là, Sangoku et Vegeta vont sortir. お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したが、最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に時間があれば、さらなるアップも可能か？やってみなければわからん。 可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている？悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。ワイ、2 minutes。 武道大会を開いてやる。武道大会？10日後の12時にしよう。大サービスだ。一体何のことだ？お前は知らんかもしれんが、かつてそいつを再現してやろうというのだ。ただし、お前たちの相手は。ジェジェ、2 minutes。マメアドパ。 1対1で戦い、私が場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送、待て、セル。武道大会の目的は何だ？武道大会の目的は強さの確認と、全世界を恐怖に最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的か。恐怖に怯え引きずった。 それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは戦図で回復した。武道大会。俺たちを使って遊んでやがる。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を。俺も大会に出る。 頼む。俺をカプセルコーポレーションに連れて。ふざけるな。貴様もドクターゲロの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しい。クリリンさん、心配しなくていい。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だって Pendant ce temps, Sangoku et Sangohan poursuivent leur entraînement acharné dans la salle de l'esprit et du temps. Yeah! Grâce à un entraînement sévère, Sangohan parvient enfin à maîtriser la transformation en Super Saiyan. Mais son exténuante quête de puissance est loin d'être terminée. Il est moins potelé, je trouve, déjà. Mmh.
修行の仕上げに仕上げ、ああいつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すな。倒すなの？おめえの力オラに見せてみろ。やるなごはん、こっちも行くぞ。パワーのコントロールはバッチリ見てるな。L'esquive et le finishing. Et il presse niveau 42. Et ça, c'est cool. Hi. Mais, Super Saiyajin, moi. Je suis Super Saiyajin. C'est ça.考えがあんだ。そのために今のオラたちがやれることはスーパーサイヤ人にしっかりなる。スーパーサイヤ人に、ああこれから寝るときイゲはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり、まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を、その後改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人。うん、はい。セルはトランクスにブドウ。その後テレビ局に乗り込んだセルは全世界にセルゲーム。セルただ一人を、そして参加選手全員がセルに負けた場合、その宣言が冗談などではないことを証明するように、セルは、このセルの行いはたちまち世界中を凄まじい恐怖で覆い、平和な世の中で弱体化した軍や人々は忘れていた。その昔ピッコロ大魔王と、そして人々は知らなかった孫悟空の存在を。クソ、何がセルゲームだ。まさか
本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて、セルに全員負けたら世界中の全ての人間、おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない、まだ勝負の日まで9日も。孫たちの木だ。なんだと、なんでこんな早く。あれ、やっぱベジセルの木も感じっから、生きてる。あ、俺はご飯か。なんだあいつら、あれは。いや、雰囲気が少し違う。何があったんか教えてくれ。あ、はい。Ils sont trop badass, mec. Laisse tomber. Oura no dogi, stete ne ka? Piccolo-san, boku mo atarashii fuku ga hoshii desu. Wakatta. Kakkoii yatsu wo prezento shite. De ouf, qui va avoir une sacrée allure. で、どうなんだ、セルを倒す自信はあるのか。わかんねえさ、完全体ってやつになった。あいつには会ってねえからよ。これからちょっと見てくっから。とLà, ils ont pris de l'XP encore, laisse tomber. Son Goku, quoi. Ah, soda. Douda. Coco a secaï no unme o kimeru. Seru game no ring da. Unme o kimeru ni shcha. Sekoi ring da.Désolé. そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな。いい試合になりそうだな。そこまで強くなっていったかな。どうでしたか、悟空さん。正直、あそこまですごくなっていったは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、まあこのまんまじゃ。もう一度精神と時の部屋を使うがいい。時間。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。なぜだ。あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸一日は十分に。あそこの中、何もしなくても相当体にきつい。十分に休めている。やれやれ。さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう根を上げかもな。だがこれ以上無理に来ていても、でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。なんだと。気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた会おう。行こう、ご飯。あ、はい。武道大会セルゲームまで、あと。Et voilà, c'est fini pour cet épisode-là.Donc on se retrouve pour un prochain épisode. Donc surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à tout ce qu'il faut, hein, tout le tintouin.
Vous connaissez la musique? Dans la description, le lien de ma chaîne primaire, enfin de ma chaîne principale, où je fais des vidéos de peinture, des tutos et autres. Et puis voilà. Hein, c'était cool. Allez, moi je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la prochaine. C'était le Captain Pulich en direct de son salon. Ciao, ciao!